はい、どうも。今回は山岡屋さんの限定ラーメンをいただいてきたんですけども、前回いただいた GK もやし味噌ラーメンに続く今回の限定はもつ味噌ラーメンということで、寒い時期にぴったりのラーメンいただいてきました。行きましょう。じゃん、山岡屋平塚店行きましょう。
はい、ということでいただいてきました限定のもつ味噌ラーメンでした。この限定は前回今回と味噌が続いたんですけれども、前回の方はマー油の入った味噌ラーメン、そして今回は純粋に味噌のスープだけのラーメンでした。そしてこのどちらの味噌も甘みが強いね味なことには変わりないんですが、自分にとっては今回の方がこってり感が増して感じました。でこれはもしかするとスープだけでなくて、たっぷりと入ったもつからの影響もあるかもしれませんが、本当にそれぐらいの量でたっぷりにもつが入ってます。これはかなりテンションが上がるボリュームだと思います。でこのちょっとねこってりしたスープに野菜の水気非常にいいんですが、これデフォルトで入っているニラは増量できないんですが、キャベツに関しては、口頭でお伝えするとトッピングとして増量してもらうことが可能ということでした。で今回の提供はねかなり熱々だったんですが、もうもちろんこうもつと熱々のスープも合いますし、そこにね中に浸っていても弱ってこないブヨッとしてこない麺がやはりこうさすが自社麺ならではのこのスープとの相性、温度も含めてねこう兼ね合いがよくできてるなと思いました。そしてこの限定なんですが、若干の前後はする可能性あるんですが、3月の中旬頃まで、提供予定ということで、まだお時間ありますのでこの寒い期間に食べに行かれてみてはいかがでしょうか。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。